コンサートツアーのため来日中の世界の歌姫マライア・キャリーさんが昨日突然東京渋谷とここお台場に出現しました。つかぬ間の休日のお買い物が目的でした。全世界で1億200万枚のアルバムセールスを誇るマライアさん、一体どんなものを手に取り何を買ったんでしょうか。オフの素顔に密着しました。先週木曜日、2年ぶり5度目の来日をしたマライア・キャリーさん。先週土曜日には大阪ドームでコンサートを行い、昨日は久々の休日。最初に向かったのは渋谷の大型レコードショップ。数人のボディーガードに伴われたマライアさんは真っ先に4階の DVD ビデオ売り場に向かいました。あ、見てください、お尻のところにですね、タトゥーのような蝶のような模様が見えました。マライアさんはですね、この渋谷の CD ショップで先ほどからずっと CD や DVD などを購入しているんですけれども、買い物カゴにはすでにご覧のように山のようにですね、物が詰め込まれております。これは何でしょうか。ナイアガラ、そして、手首にはですね、華麗なビーズのような、ブレスレットが光っています。このレコードショップに滞在した時間はわずか30分。この短い時間にマライアさんは風と共に去りぬなどの DVD17 枚、マイフェアレディなどのビデオ16本、その他 CD やポストカードなどを購入。支払い総額は締めて126,699円。映画のビデオや DVD を大量に買い込んだ後、次に向かったのはフジテレビもある東京お台場。動物が大好きなマライアさんが向かったのは女性に人気のショッピングモール、ヴィーナスフォート1階にある大型ペットショップでした。ファンの人たちの大きな歓声が上がりました。マライアです。お台場のペットショップにやってきました。この黒と白の猫を抱いていますけれども、マライアさんは大の動物好きだということで、どんな今日は動物を選ぶのでありましょうか。まあ、豊かなたわわな胸の上に抱かれているのはこのアメリカンショートヘアです。今日はこの、猫ちゃんをお買い求めということになるんでしょうか。可愛い鳴き声を上げています。マライアさんは大の動物好き。2年前に来日した時にも2匹のシーズン犬を衝動買いしました。それはもう喜んで心から可愛がりたいと思います。今回は悩みに悩んだ末に20万8000円のグレーと黒の模様のアメリカンショートヘアの子猫を購入しました。皆さんもお客様が見てる中を威風堂々と入っていらっしゃって、はい、このアビシニアンと一緒に入ってたアメリカンショートヘアの男の子を追われていきましたね。その時のこう表情とか様子とかどうでしたか。先生も宝物扱うような感じで優しく撫でてましたね。マライアさんは他にも猫の爪磨きや犬猫用の洋服などを購入。1時間半ほどの滞在で支払い総額は締めて26万円。結局今回マライアさんが移動時間も含め5時間ほどのショッピングで使った金額はおよそ38万円。4日後には次の公演先シンガポールへと旅立つマライアさん、今度はどんな買い物をするのでしょうか。まあ、世界ツアーレインボーの公演のために今日本に来ていますマライアさんなんですけれども、昨日は渋谷とお台場でなんとおせっかいに私たちのお買い物リストとしてこのようにまとめてしまいましたけれども、このようなものをお買い求めになりました。ちなみにですね、渋谷の方ではだいたい30分ぐらい店内を回った、でお台場の方は90分ぐらい回って、まあ、猫ちゃんとかあとこんなものもあるんですけれど、この猫ちゃんの洋服だ。そうなんです、洋服。そしてこれメガネもついてるんですけど、何でもパー
ーティーの時にねこういうものをなんか着せたりするんですって、うん、こういうものもお買い求めになった、うん、でもあのお店の人曰くですね、これあの輸入物なんで、うん、もしかしたらアメリカで買った方が安いんじゃないかっていうことをおっしゃってましたけど、だってアメリカ製品だったら向こうの方が安いよ、絶対。一応お金持ちだからアメリカで買わないで日本で買うのよ。あ、そっか、やっぱり日本人がアメリカ行ったらお寿司食べたくなるもんじゃないですかね。ちなみに1日およそ38万使いまして、あのお支払い方法はどうだったんですかって聞いたんですけども、クレジットカードでお支払いしましたということでした。でもマライアキャリーが38万ぐらいだもんね、うん、ね、そんなに高くないわね、鼻噛んだみたいだもんね。声はどうかと思うけど、であの、まあ、あのビデオ店でですね、はい、ビデオとか DVD とかの方もお買い求めになったということなんですけれども、そのどんなものを買ったのかということを私たちは入手しました、このようなものになっておりまして、名作あり、アクションあり、アニメありということなんですけど、これね、でも30分ぐらいでしょ、回ったの、この数ってことはもうほとんど目についた、あ、これ、はい、これっていう感じでしょ。そうです、ですからお買い物かごが3つぐらいになったんですって。面白かったなと思ったの、こう見てて、ちょっとあのこうビデオ見てて面白かったなと思ったんだけど、全部日本のタイトルになってるのね、ビデオにしても DVD にしてもね、それをさ見ながら、だって現代は見てないと思うんだよね、書いてある、だから書いてはあるけども、現代なんかあんまり見ないでパッと見た時に買っちゃったんで、絵とか、うん、きっとね、はっきり言うとここに滞在してる時にホテルに入ってるでしょ、だから今暇つぶしに見てるんで。でも綺麗な人好きみたいよ、菊間みたいに風とともにのビビアン・リーとかさマリリン・モンローとか、でも熊野プーさんとかね、アニメもありますから多岐にわたってますよね、まあ、演技の勉強したいということでこのような感じになったのかもしれませんけれども、お杉さんがご指摘になった通りに、あの5日の夜に外食した以外はずっとホテルに閉じこもりきりだったんですって、ですから、まあ、もしかしたらホテルでこういうものをご覧になる、まだツアーも続くし、まとめ買いっていう感じなんですかね。そうですね、であのマライアさんといえば今あの皆さんの中からも出てきましたけれども、ファッションもいつも何かしら驚かしてくれますけれども、どんなファッションなのかですね、素敵なファッションをまとめておりますのでこちらをご覧ください。7オクターブの声を持つ歌姫マライア・キャリーさんのもう一つの魅力は、グラマラスなボディを強調したファッション。昨日の買い物は長袖の T シャツにジーンズ、マライアさんにしてみれば地味なファッションでしたが、よく見れば彼女なりのこだわりが。ジーンズのウエストラインをハサミで切ってワイルドさを演出、 T シャツの後ろを結んで背中が見えるようにして、その素肌にはピンクとブルーの蝶々のタトゥー、セクシーな肌見せファッションで人気のマライアさん、しかし以前は今ほど露出度はありませんでした。4年前の来日、この時は黒の薄い半袖のセーターに黒のパンツと控えめのファッション、しかし翌年離婚した頃から少しずつセクシー度がアップしていったといいます。去年の来日の時には胸元を大きく開けたキャミソール、ジーンズのウエストラインをハサミで切ってヒップのラインを強調しています。今回の来日でもやはり細いストラップのキャミソールにダウンジャケットを羽織り関西空港に到着、ファンの視線をくじづけにしました。さらにステージ衣装も年々過激に、先週土曜日の大阪公演ではショッキングピンクの濃札ドレスで登場、ファンもセクシーな胸元にドッキリしました。女性の私たちでも思わずこう胸元に目がいってしまうんですけれども、ピーコさん、こうやっぱりこう結婚後と離婚、ね、離婚前と離婚後とちょっと変わったみたいですね。まあ、体験も変わりましたけど、でもあの寒暖というか寒いとか暖かいとかって気にならない体質なんだと思うんです。いつもこう寒くてもこう、まあ、はだけててすごくね、きっとね、胸とかヒップとか自分が綺麗と思ってるところを人に見せたいっていう性格なのかもしれない。いい性格ですね。いい性格だからどうなのかわからないですけど、ただあの前よりね、あの私も初めの頃はね、ちゃんとブランドも着てたんですけど、その頃なんだかわかんないもの、この頃はブランドのプラザ着てたりとか、この時4年前ね、だけどね、今はね本当にね、すごいなすごいなって、まあ、あれはドルチェンドガバーナ着てますけども、あの
やっぱりね、もう自分の胸っていうのが突然大きくなったから、それを見せたいんじゃないかって。なんか迫力でもう着こなしてる感じ、ね。明らかにアピールしてる感じですよね。だって、あのステージのイブニングも、はい、もう本当に何もなくったら、ここに糸が、糸って紐が細い紐がついて、それで、ここ寄せてるっていうか、と向こうへ はみ出ないようにね。ちょっとね、マライアさんの、あ、これですね。あの、乳首っていうのが外向きなんですよ。だから、そうすると これがポーンと向こうへ行っちゃうって。弾け飛ばないように。なんかそのこの間藤野千也さんの話じゃないけども、おっぱい爆弾っていうのがボンボン飛んでっちゃうと気がするので、うん、そういう意味ではそういうのが好きなんだ、うん、ずっとこれ見ながらおっぱい爆弾だと思ってるもん、うん、もともとそういう格好をしたかったのが離婚を機に出てきたのか、あるいはこうそういう戦略にね周りの人たちがしてるのか、あのね、うん、そういう形じゃいけないんですけど、うん、彼女があのシンデレラで、うん、あの自分 あのものをこう私たちはあの、はい、作ったものを、はい、その時はあんまりあの裕福なところにいなかったのね、下町にいたの、それであのお金持ちの人と結婚してだん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 売れてそのお金持ちっぽくなってきたけど、その後にまた少しもっとこうお金持ちじゃなくて一人になったら楽な格好してみたいって思うようになったんじゃないかと思う、そうかもしれないね、うん、だからそれが出てきたんじゃない、うん、そうするともう30でしょ、うん、もう30だから、はい、あのこのもうすぐ30までの間は全部見せれるだけ見せて、もうあのアメリカ人の人が30過ぎるとこボッと太っちゃったりするとそういう意味もあるかもよ、ご本人にとっては今が一番楽しい時なのかもしれないね、そういう意味では、でも相当あのいろんな方がいますから、私もいろんな人たち見てますけど、はい、あのこのちぶさとちぶさの間がちぶさ一つ分ぐらい空いてる人っていうのは、だいたいその乳首と乳首のこのトップ感覚っていうのは18センチぐらいなの普通の人、はい、あなたはあなたじゃなくてマリアキャリー松本さんごめんね、あなたはあなたなかったじゃないじゃあなかったあなたなくてごめんなさい、ここがとってもそのトップ感覚がすごくたくさんある人なのね、一つ分ぐらいでは入っちゃう、なんかチブさんの解説みたいになってきましたけど、でも木村先生思わずこう身を乗り出してるような、18センチが平均ですか、大体乳首と乳首ないよね、なんか参考になりました、で何がしたどんな女の人でも乳首は外向いてるんです、あ、そう、うん、あ、ごめんなさいね、あなた本当に幸せになさそうありがとうございます、次はじゃあシンガポールに行くんですね、そうなんです、はい、京都明後日ですね、日本で公演があります、たわわな胸の上に抱かれているのはこのアメリカンショートヘアです、今日はこの、猫ちゃんをお買い求めということになるんでしょうか、買い物かごにはすでにご覧のように山のようにですね、ものが詰め込まれております、スタートの映像が入ってまいりました、ご覧いただきましょう、まあ、しかし大塚さん、これはヘフ出しというよりは胸出しと言ってもいいかもしれない、おへそは見えてないですもんね大人になるとおへそから上に行くんだ4日の土曜日、大阪ドームで行われました公演の模様であります、マライアにとって初の大阪公演なんですが、まあ、しっとりと歌っているんですけども、本当にこの衣装がやはり非常に何とも言えないものがありますね、他の衣装も見たいぐらいですよね、そうですねこのスライダーも問題ですね、問題です、はい、やられました、朝ですから、うん、アミーゴマライアステージの模様をご覧いただいたところで、次の VTR もさて続いてはここ大阪土曜日です、一体誰のコンサートが行われているの、出ました世界の匠マライア・キャリー、衣装もさらにセクシーアップし、およそ2年ぶりの日本ツアーがここ大阪ドームでスタートしました、ところでこのコンサート一体何の記念なの、実はマライア今回初の地方公演、この日は大阪初上陸記念の東京ドームでスタートしました、映像も入ってきておりますよ、この間の大阪公演の時は赤のロングドレスだったんですが、今回届いた映像はこちらであります、肩が出ております、そしてホットパンツ、健康的なマライアという感じでいいですよね、あのおととい購入しました子猫ちゃんもステージに登場したということなんですが、入ってきている映像にその子猫ちゃんは残念ながら映っておりません、はい、へそ出しのマライア、9日にもマライアのコンサートを行われることになっております、もう一つ行きます、
スタートいたしました。確かにおへそがちらっと見えております。映像も入ってきてるんですが、大塚さん、はい、映像はね、ええ、残念ながらというべきかマライアのおへそは終始見えません。まあいいでしょう、マライアのおへそはもう見飽きましたかもうよく知ってるという感じですね、はい、うん、あの大阪公演の時は赤のロングドレス、はい、真ん中が大きく開いたドッキリセクシードレスで登場した。あ、ちょっと見る、ちょりっと、ちょりっと見る。なっちゃんはやっぱ目立ってるですね胸も大きい、胸も大きいけどおへそも大きいねそうだ、こういうどうぞ。大パニックマライア大阪上陸。2月14日のベルギー公演を皮切りにワールドツアーをスタートさせていたマライア・キャリーが日本公演のため昨日関西空港に到着しました。と5度目の来日も上機嫌、セクシーなタンクトップ姿で余裕のマライアでしたが、この後やっぱり大変なことに。ご覧のように集まったファンおよそ1000人にもみくちゃにされながらなんとかリムジンに乗り込んだマライア、関西パワーに圧倒されながらも終始笑顔の来日となりました。やっぱりね、これがないと大物とは言えないですねだから本人もそんなに嫌がってない。マライア好きですからね好きですね、ああいう状態ね、はい、でも、はい、マライア大阪に行くのはこれが初めて。そうですね、これまではねもう東京ばっかりだったわけです、ですからもうなにわのファンはこれはもう群がっちゃうわけですよね。しかもこの衣装、しかもいいところにカメラが位置してるんだと。そうそう、見事です。せっかくのチャンスだったよね。ちょっとあの編集ポイントを間違ってますね、厳しくしてきた。そうですね、まあ、4日に大阪ドームで初めてのコンサートやりまして、7日9日は東京ドームでのコンサート、これが今回のマライアの日程です。寒そうですねいや、こんな開いちゃって、はいはい、まあ、アギレラさんとかね、はあ、何でしたっけ、その他いろんな方が、ブリトニー・スピアーズとかね押し上げてますんでね、はいはいはい、相当マライアも頑張ってくれないと、ね、そうでございます。地位を脅かされますよね、はいはい、ということで貫禄のマライア・キャリーの来日の様子でございましたでは今朝のスポーツ紙、はい、道中からいきたいと思います。ご紹介でした。続いてはこちら、大パニックマライア大阪上陸。2月14日のベルギー公演を皮切りにワールドツアーをスタートさせたマライア・キャリーが日本公演のため昨日関西空港に到着いたしました。と5度目の来日も上機嫌、セクシーなタンクトップ姿で余裕のマライアでしたが、この後やっぱり大変なことに。ご覧のように集まったファンおよそ1000人にもみくちゃにされながらなんとかリムジンに乗り込んだマライア、関西パワーに圧倒されながらも終始笑顔の来日となりました。グッドイブニング、リエゴです。私は今関西空港に来ています。実は今日ここにあの世界的に有名な歌姫マライアキャリーがやってきますというわけで2時間前からスタンバイしたんですが、すでに到着ロビーは300人以上のファンであふれていました。恐るべしマライア人気。もうですね、あそこの到着口南から出てきて、この前をマライアキャリーが通っていくらしいんですよ。今こう一般の方とかも、ね、聞きつけてやってきてるんですけども、ね、一体どんな状況になるかはまだ全然わかりません。ちゃんとか絶対誰が来るか分かってないですよ。私も分かってないと思う。今ちょっとドキドキしましたね。みんなパッて見て、なんかボディーガードじゃないんですかね。ほらやっぱりマッスルなんでしょうね、ボディーガードね。今だいたいこの場で待ち始めて30分ぐらいです。
もう間もなく。We together もそう、We are so close。ケリーのショップ行きます。マライア・キャリーが3回目となる日本ツアーのために来日、先週末には初の大阪公演を興奮のうちに終え、いよいよ東京公演を残すのみすごい衣装。そんな中、マライアはわずかなオフを楽しむため昨日ショッピングに繰り出したんです。まず現れたのは渋谷。何でも DVD のソフトが欲しいとのことで店に着くなり、真っ先に DVD の売り場へ。売り場ではそのマライアお忍びショッピングの情報を聞きつけた多くの報道陣が待ち受けていたんですが、そんなことの意味もせず、ひたすらソフトを選ぶマライア。わずか20分ほどの間に DVD16 本、ビデオ16本、合わせて32本もの映画ソフトを購入しました。そしてマライアは次の目的地へ移動を開始。今回のショッピングで一番欲しいものを買おうと、お台場フジテレビの隣ビーナスポートにあるお店、そこはなんとペットショップ。マライアの突然の来店にお店ではお客さんを外に出しての受け入れ準備体制を整えました。何事かとお店の前で集まるお客さんたちの前にやってきた。
突然現れた世界の歌姫に現場は一時騒然となりました。さて今日のマライアさんはお目当ての猫ちゃんにまっしぐらと思いきや目についた子犬も気になるようにしてお店にいる子犬子猫たちを片っ端からチェックしていきます。世界の歌姫のご来店とあって I want well I came to get a cat because I got dogs last time I was in Japan butCome on, those dogs are so cute. How can I do this? I want all of them. とのことなんですけれども、さあ、ペンギンさんもお出迎え。これにはマライアも少々びっくり、売ってるんだそうです。そして多くの子猫ちゃんたちの中でマライアの目に留まったのがこちら。今年の1月に生まれたばかりのアメリカンショートヘアの子猫ちゃん。すっかりマライアにも懐いちゃったようです。え、猫になりたいんですか、マライアさん。ということで身の回りのものも一通り揃える熱心ぶり。お目当ての猫ちゃんも無事ゲットでき、わずかなオフも満喫できたドレスのマライア。お気に入りの猫ちゃんを胸に店の前で待つ大勢のファンに笑顔を振りまきながら今日の公演に備えるためホテルに帰ってきました。 Yes, I had a very good time today, especially here. ということだったんですけれども。